こんにちは。以前エリートサラリーマンだった僕は、日本のお気に入りダンスイーたちを次々と寝取られ、ストックゼロになるという事件が発生し、心ピエン状態で心療内科通いになってしまったので、やっぱどうせなら日本にいないような危ないカホリの受けダンスイーがいいなぁと思い、海外のグッドルッキングガイを探すため南米行きのチケットを取り、クレイジージャーニー全裸トラベルウレションリラトライドン。ところがドスコイバミューダトライアングルに入った途端、飛来心の僕の角チンコを狙ってズババババババーンと雷にケツを出たり入ったりされ、気持ちいいと飛行機のエンジンと僕の心臓がエレクトリックサンダーブレイク。気がつくと僕は記憶を失い、アフリカに不時着したらしく、こんにちはこんにちはと言って群がってきた、これから人間になろうとしている言葉を覚えたてのホモサピエンスガチホモたちに命を拾われ、みんなでこんにちはこんにちはと禁断の赤いリンゴを食べ合いながら、僕はすくすくと育っていくのでした。アダム&アダム、キリン誕生秘話第一章だぞー。はい、ということで今回は、絶えず成長を続ける最強ヴィラン、正攻法を愛するデュエリスト、絶大なカリスマ性で日本の支配を目論む包帯男、信念を貫く最高錬金術師、思考の美学を持った漫画アニメの名悪役たちを4名ほどご紹介していきたいと。ハローデュー、しがらきとむら。しがらきとむらは、僕のヒーローアカデミアに登場する悪役キャラです。ヒロアカは人口の約8割が超常能力、個性を持つ超人社会を舞台に、個性を人々のために使うヒーローと私利私欲のために使うヴィランの対立がストーリーの根幹となっており、しがらきは犯罪者集団ヴィラン連合の首領であり、主人公緑谷出久の最大の宿敵として描かれています。また、しがらきの個性は崩壊と呼ばれ、5本の指で触れた人や物を崩壊させる能力を持っています。ちなみに僕の個性、ケツに吸い込んだものをコピーするという逆カービィ能力でしがらきを追い詰めかけたのですが、誤ってしがらきの指を吸い込んで粉々にされてしまい、今粉状で太平洋を待ってます。そんな彼の人物像は、登場当初は苛立ちから生まれる破壊衝動を心のままに振るい続け、ゲーム感覚で周囲に混沌をもたらす精神的に未成熟な危険人物として描かれていました。その未成熟っぷりには、あのタラちゃんも三輪車で後ろから煽り運転するほどだったとか。しかし、しがらきは物語の中で様々な人物と出会い、ヒーローたちと対立を繰り返していく中で、忘れていた過去の記憶や苛立ちの原点を思い出し、ヒーローたちは過去に守れなかったものが多くありながらも、見ないふりをして蓋をし続けてきた。そうして一般人はヒーローに守られることに慣れたゴミと化し、ヒーローたちがそんなゴミを生み出して庇護を続けるというマッチポンプが完成してしまった。だから全てを否定して壊すという独自の思想に到達します。といったように、彼も激横なので、ここは生ゴミ連合首領として僕が一肌脱ぎたいと思います。うわー、しがらきー、焼却炉へライド。そして以降は、その思想から生まれる憎悪や苛立ちを原動力に、悪のカリスマとして心身ともに成長を続けていきます。そんなしがらきですが、その背景や思想が至るところで本作の主人公緑谷出久と比較され、対をなす存在として描かれています。また敵でありながらも、苦悩や成長が丁寧に描写され、壮絶な過去や人間像も深く掘り下げられているため、読者たちからの人気も非常に高く、今後の活躍が期待されています。闇バクラ。バクラは遊戯王に登場する悪役キャラで、バクラ亮が持つ千年リングに宿る闇の人格です。バクラは7つの千年アイテムを全て集め、闇と契約して力を得ることを目的に行動しているため、千年パズルを所有している遊戯とは対立関係にあります。また遊戯王の敵キャラは、基本的に目的のためなら手段を選ばない外道が多く、人質、洗脳、イカ様などの卑劣な手段を多用する悪役が多く登場します。ですが、バクラはルールに従った正攻法のデュエルを好み、行動を共にしていた他のキャラから卑怯な手段を提案された際には、俺様にも気に入る勝ち方と気に入らない勝ち方があんだよと、それを却下し、自ら敗北を選ぶこともあるなど、独自の美学を持っています。またこれを聞いた連戦連敗中のパチンカスが、勝たなきゃ誰かの養分なんだよと、あまりのストレスからくる貧乏ゆすりから着想を得たのがダンピングランマーなのだ。
ますか。また利害が一致した際には味方として一時的に主人公側につく場合もあり、味方が躊躇してしまうような行動を率先して取ることでストーリーを大きく動かすなど物語の進展にも貢献しています。そんなバクラですが、使用するデッキは狩猟モンスター、ウィシャ版、怪奇現象などをモチーフにしたオカルトデッキを好んで使い、相手の攻撃を逆手に取りながら線の線を読んだデュエルを展開していきます。ちなみに僕のデッキは0102太郎の岡本デッキでデュエルスタンバイ。また作中でバクラは敗北が目立つものの、基本的に相手は神のカードを持つ遊戯、カイバ、マリクであり、結果的に負けはするものの、彼らと互角に渡り合っているため、作中屈指のデュエルの腕を持っていることがわかります。また、そのデュエルの腕前には、指し手が震えて止まらない青空ワンカッパー将棋おじいちゃんも、藤井聡太三冠に勝利するくらいすごいよ。と、動揺のあまり鬼殺し鼻から言ったとか。ちなみに、バクラの人格が表に出ている間は、宿主であるバクラを危険な目に遭わせないように眠らせていることが多く、それなりに宿主を大切に思っていることが伺えます。ししおまこと。ししおまことは、るろうに剣心に登場する悪役キャラであり、ノコギリのような刃を持つ最終型殺人鬼剣、無限刃から様々な炎を操る技を繰り出します。ししおはかつて幕末に暗殺者として活躍した剣心の後任として幕府要人の暗殺に当たっていた過去があり、剣心と同等以上の剣技や頭の良さを備えた優秀な人物でした。そしてこのししおの頭の良さを知った令和の人斬り広湯剣心が、なかなかやるじゃんと言ったところ、ししおが一人称がオイラってどうなんとガトツ並みのマジレスぶち込んだという逸話も残されています。また、ししおは強大な野心や支配欲を内に秘めており、かつてししおの野心を恐れた同志たちから不意打ちを食らった上に、火をつけられて全身に大やけどを負ってしまい、なんとか一命は取り留めたものの、以降は全身を包帯で覆ったミイラのような姿になりました。また、当時のこんがりまことを見たケバブ店長は急いでケバブ生地を広げ、キャベツ敷き詰めながら、ホットソースにするろと辛くて美味しいソース用意し始めたという逸話も残されています。その後、ししおは不安定な時代や弱々しい新政府に不満を抱き、強ければ生き、弱ければ死ぬ、弱肉強食、AKA 焼肉定食の世界を作り上げるために動き出し、その圧倒的な強さとカリスマ性とジューシーさから強大な反政府組織を作り上げました。また、弱肉強食の弱肉である僕が令和の時代に生き残っている理由としては、恐ろしいほどの悪臭に守られている衆を極めし陰獣だからだと言われてます。また組織の中には特に強大な力と強烈な個性を持つ十本刀という10名の人物が存在するのですが、彼らに対しししおは隙があれば自分を殺してもいい、汚れ役を受け負わせるからには一番に俺のそばで勝利の美酒を味わわせるなどの言葉をかけ、それぞれの人間性や目的を理解した上でうまくコントロールしています。またテンションが上がったまこっちゃんはそそくさと包帯をほどき始め、10人いればラグビーできるじゃんと十本刀の鎌足りのケツに五郎丸ポーズでグレンカイナ決めたんだとか。また物語の途中で信頼を置く部下が自身の元を離れる決意をした際には、責めることなくそれを受け入れ、自らを慕う女性が自分のために命を捨てた際には寂しそうな様子を見せるなど、他者の覚悟には敬意や情を見せることもあります。またししおが剣心に敗れこの世を去った後、あの世でのししおの様子が描かれるのですが、そこでししおは自らの後を追ってくる部下を待っており、閻魔相手に地獄の国取りという新たな野望を抱き笑みを浮かべています。このようにししおは規格外の大きな器と強さ、カリスマ性を兼ね備えており、最も好きな悪役キャラとして名前が挙げられることも多い名悪役です。ドルフ・J・キンブリー。ドルフ・J・キンブリーは鋼の錬金術師に登場する悪役キャラです。キンブリーはかつて軍に所属していたグレンの二つ名を持つ国家錬金術師で、触れたものを爆発物に変換する錬金術を得意としており、過去に参加した戦争では軍から貸与された透過交換の法則を無視できる賢者の石の力を使い凄まじい戦果を上げていました。
ですが、力を使った後の賢者タイムは透過交換の法則により、ティッシュ持ったまま1時間思考停止で大自然の YouTube 動画見る羽目になるとか。しかしキンブリーは殺しに美意識を見出すという異常性を持っていたため、終戦後には賢者の石の返還を渋って上官5名を殺丸してしまい、その罪で刑務所で服役生活を送ることになってしまいました。ですがそんな彼の異常性を敵勢力ホムンクルスに気に入られ、バックアップを受けることを条件に彼らの一派に加わり、主人公一派と対立することになりました。そんなキンブリーですが、ただ殺しが好きというわけではなく、自らの意志に基づいて美しく生きることを信条にしており、死から目を背けず忘れないという考えから、手にかけた人物の顔は全員記憶しています。これについて僕のおじいちゃんも、歴代のいたした女性は忘れんのじゃと美学語ってやがりましたが、先日おじいちゃんの部屋から見知らぬシュシュが見つかり、今地下室で貼り付けに処されてます。また自身が異常者であることを自覚しているため、普段は紳士的な態度でことを荒立てないように振る舞っており、異常者であるがゆえの感情論に左右されない合理的な判断力を武器の一つにしています。また自身と同様、信念を持つ者には敬意を払い、それがたとえ敵であろうと相入れない考えであろうと尊重して理解を示そうとします。これは前立腺刺激論で常に揉めているアナルファ VS 尿道派の社会的地位高め変態ジェントルマンたちもぜひ見習ってほしいものですね。そして逆に美しくないと感じた対象には厳しい態度を取り、最終局面で共闘していたホムンクルス、プライドが集大を見せた際には彼の行動を妨害し、主人公側に有利な展開を生み出しており、最後まで己を貫いた戦いを続けています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て、前立腺には国家権力が関わる陰謀が渦巻いていると声を荒げた前立腺刺激反対派は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと他にもいろいろやってるので概要欄のチェックもよろしくです。終わり。はい、賢者なんですけれども、ちょっと今日の朝のツイートをちょっとしたりもしてたんですけど、実はですね、2冊目の、本を今書いてましてですね、内容はまたちょっとおいおい、またあれだとして、ちょっとクライマックスに入ってる感じですね。というか、もうすぐ終わりです。前書きと後書き書いてる感じですね。はい。で、今回はですね、結構前作と比べてだいぶ進化してたりして、ちょっとまた新しい見せ方での本になってくると思うんで、ちょっとそのうちですね、告知みたいなのを改めてしたいと思うんですけど、お楽しみということなんですが、本の書くのはですね、めちゃめちゃ大変なんでですね、一冊の本仕上げるのに、使った時間かけたら、動画何本できんのっていうぐらい、めちゃくちゃ時間かけて、作ってるんで、ぜひ、お楽しみにということで、はい、さよなら。